日曜朝のニュース番組サンデーモーニングを見ました。これは出演者全員がご意見版のご意見版アベンジャーズみたいな番組で、元野球選手の張本さんがその週のニュース見てあっぱれとか勝つとか判定するコーナーがあって、メジャーの試合で滑り込んだ選手の足がベースに引っかかってベースが根元ごと吹っ飛んでいったっていう面白ニュースにも本気で勝つだ根元をもっとこう長くしないとって怒ったりする番組なんです。ようわからんけど本当怒ってるじいさんはエンタメですよね。でもね、僕が楽しみにしてる部分は実はそこじゃないんです。セットに置いてる盆栽なんです。え、盆栽って思うでしょ。スタジオに猫放して客寄せに使ったりする番組あるじゃないですか。あれを盆栽でやってるんです。視聴者ターゲットであるじいさんをちっちゃい木でおびき寄せとるんです。で、僕もまんまと引っかかって、うん、今日もあるなって確認しに行くんです。でですよ、その盆栽もいわゆるこういう波平的盆栽じゃないんです。こういうちょっと攻めた感じのまさかの金髪アバンギャルド盆栽なんです。盆栽すらも攻撃的で張本的なんですよ。あっぱれですね。